おはようございます、あつしです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ本日のラブ川崎は、川崎で生まれた革新的な福祉製品ご紹介します。最近見つけた革新的な製品、あるよ。あのね、ピーラー、ずっと使ってたピーラーが壊れたんですよ。で、新しくあのね、ステンレス製の、全部ステンレスのピーラーを買ったんですよ。ちょっと重みのね、重みを感じる。それでね、大根とか人参をサーってやってすごいのよ。なんかサラ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 って、もう何、置いた瞬間につるーっと剥けていく感じ、革新的でした。さあ今日も最後までお付き合いください。ラブ川崎スタートです。今日も楽しい川崎をお届けします。はい、はい、お料理楽しくなりそうです。すごいのよ本当に興奮が伝わってきました。いや今までなんかちょっとガリガリって引っかかってたのが、くそん、すごいわかります。私も思ってるんですけど、もう本当野菜がピッカピカになって喜んでるんですよね。 そんな高いもんでもない、ちょっといいもん買ったら、これこんな楽しくなるんだと思ったら、ストレスゼロよ。少しの違いでね、はい、超ピーラー超ピーラーでもお願いします、はい、今日のテーマはこちらです。知ってますか、キス。うん、お二人ご存知ですか、キス。ね、スキンシップじゃないですか、はい、違う、スキンシップ、そうね。もう一個 S をつければロックバンドとかね、チョコレートもそうですね、キスチョコ。でも何かの略ですかね、うん、KIS だもんね、はいはい、高齢者など生活に配慮が必要な人の自立を支援するとともに、介護者介助者の負担軽減を目的に革新的な福祉製品の在り方を示した川崎市独自の基準、川崎基準のことです、うん、はい、今回はそのキスに認証されている革新的な製品をご紹介します、はい、今パンフレットが手元に届きまして、はい、中にね、いろんな商品が載ってるの ね。だから車椅子とかそういう大型なものから、うん、なんか杖とかもあるんですね、うんうん、はい、さすがものづくりの町川崎という感じですよね。大きいものか小さいものまで、うん、たくさんありますよね、うん、今回はですね、まずは三大介助の中でも最も重要なケアの一つに対処する革新的な製品取材してきました。ご覧ください、はい、介護の現場で悩まされているのがこちらのトイレ問題です。介護食の三大介助として挙げられる食事介助、入浴介助、排泄介助。中でも排泄に関する悩み事は多い。しかし、そんな悩みを解決する画期的な製品がここ、NEC プラットフォームズで開発されたんです。それはどんな製品なんでしょうか。はい、こちらの製品になります。お？はい、こちらです。ついてますね、何かコードのようなものが。はい、さらに隣にはモデムやルーターのようなインターネット機器が。これは一体何なんでしょうか。これはですね、利用者のですね、はい、排泄の情報をですね、状態をですね、自動で分析して、で、あとこれ確認ができる、そういったシステムになっております。分析できるのこれで。介護施設では利用者の排泄の回数や内容を把握することは日々の健康管理に必要不可欠。うん、確かに。しかし利用者は介助されることをストレスに感じる方も多く、介助者にとっても大変なお仕事。その問題を解決したいという思いで開発されたのがこちらの NEC サニタリー利用記録システムなんです。こちらの光学センサーの情報をこちらの中でですね、分析をして、はい、それがクラウド経由で上がった情報がスマートフォンで確認ができるという形になっております。どのように動くのか、実際に色水を使って実験。まず利用者がトイレに入室すると、あ、なんか来ました。すごい、動きまで言葉でスマホできましたよ今、はい、入室と同時にセンサーで個人を識別、うん、さらに利用時間と行動がアイコンによってスマホ画面にリアルタイムに届きます、うん、そして色水を流してみると、さつきトイレ排泄開始、三重のつとむさん、あ、すごい、排泄開始合図きました。さつきトイレ排泄終了、三重のつとむさん、排泄終了合図きました。すごいリアルタイムで来ますね、はい、なお排泄物の状態もアプリ内で記録、
入室から退室までの全部自動で記録してくれるんです。今回どうしてこのような製品を作ろうと思ったんですか？はい、これはですね、私がですね、病院にずっと入院してたんですね、はい、その時ですね、毎日排泄のことを看護師さんから聞かれてですね、これは嫌だなと思ってですね、聞く側も嫌だし聞かれる側も嫌だと、それがですね、きっかけになっております。なんか実際どのような声いただいてますか？そうですね、これは施設様の声になりますけれどもですね、不穏行動が減ったとか、不穏行動、ね、例えばですけれども、お腹の調子が悪くてですね、どうしてもその怒ってしまったりとかですね、 あとは排泄のパターンが分かりますので、その記録をベースにもちろん介護士さんも確認されるんでしょうけども、ですね、そのトイレに誘導をですね、するような形のことで、その排泄が適切なタイミングですっきりとした排泄といったところがですね、できて、ご本人にとっても一日、いい生活を送れるというような形になっている声を聞いています。じゃあもう本当みんなにとってウィンウィンというか、みんなにとってありがたい製品ですね。はい、はい、ぜひですね、施設の方もしくはそのご利用者の場合にですね、使っていただいてですね、人間が見るを機械に変えれるんだればですね、それに越したことはないというふうに考えておりますのでですね、ご利用いただければなというふうに思っております。はい、いかがですか？まさに革新的じゃないですか。だってやっぱ一番デリケートな問題で、やっぱりね、付き添われるの嫌な方はたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。それやっぱデータによってくるってことでしょ、そうなんです。画像で送られるわけじゃなくて、それを分析されたものが情報としてアプリに届くので、プライバシーも守られますよね、利用者さんも、ね、いいですよね。で、回数だったりそういったその情報も全部入ってくるから、健康管理にもつながるってこと、それまでは1日 7,8 回この解除をやっていたので、その負担もちょっと減るということでね。なるほど、はい、精神的にも違いますよ ね、かなりストレスの軽減にもなるよね、絶対に。そうすれば健康になっていくもんね。ですね、いいことづくめじゃん。はい、本当、ねね、もっと広がってほしいですよね。本当そうですね、はい、さて続きまして、こちらのキス認証製品をご紹介させていただきますがこれ何だと思いますか？何？レンズがついてるから。そうな、で俺最初俺あれかと思ったんですよ、ラジコンのコントローラーかなと思ったんですけど、上向きだからなんか投射するとか、映写するとか、顕微鏡みたいなのとか、ね、気になりますね。研究用のね、はい、果たしてどんな製品なのか VTR ご覧ください。ということで、最先端のレーザー開発をしているという QD レーザーさんにやってきました。中へ入ると早速担当の方が。こちらは一体どんな製品なんでしょう？じゃあまず伊吹さん、こちらですね、この製品ちょっと直感的に使ってみてもらえますでしょうか？直感的に、はい、いいですか？なんとなくこんな感じかなみたいな。すごい軽いですね。あ、そうですね、ちょっと重そうに見えるのですけれども、だいたいこれで 500g ぐらいの重さになってます。すごい軽くてちょっとなんか覗けそうなんで覗いてみますか？はい、見えますかね？映ってます。映像が映ってる。私が今目で見てるこの映像がしっかり映ってて、はい、映像見れるかな。同じ同じ。これは一体何なんでしょうか？あ、そうですね、これがレティスタオンハンドという名前でして、ロービジョンの方向けに作られた視覚支援機器なのですけれども、ロービジョンっていうとどういうことなんでしょうか？いわゆる視覚に障害のある方の中で見えにくさを感じている方をロービジョンと言います。例えば視覚障害と聞くとつい全盲の方を想像してしまいがちですが、実際その割合は国内の全体の 10% から 15%、 80% 以上の方は見えにくさを抱えているロービジョンの方なんです。まあ、見ているものがぼやけてしまうとか、一部視野が欠損をしているとか欠けているとか、まあ、こういった見えにくさを感じている方のことをロービジョンと一応呼んでいます。そんな見えにくさを克服するためにこの製品では画期的なシステムを取り入れています。例えば先ほどのロービジョンの方とかはこういう光の屈折だけではもうピント調整というのが難しかったりします、で我々のこの今使っていただいたこの機器レティスオンハンドというのが網膜投影という技術を使っていまして、聞きなじみがない言葉なんですけどなんか教科書で聞いたなみたいな、網膜ってみたいなそうですね、目の中の網膜というところに直接もうピントがあった映像を安全なレーザーで投影をしてしまって、ピントがあった状態のままもう網膜に書き込んでしまうと。なので先ほどはロービジョンというお話をしましたけれども、例えば
視覚障害者ではなくて近視乱視遠視老眼とか、はい、全てのこのピント調整機能が難しい方にとってもこの方法を使えばピントがあったものを直接網膜に投影して見ることができる、うん、へー、網膜自体が欠損している場合でも欠損していない部分はピントが合い見えやすくなるそう、うん、製品にはズーム、グレースケール反転、明るさ調整、スクリーンショットなどの機能も搭載、うん、それによってロービジョンの方でもこんな体験ができるように。そうですね、あの視覚支援機器なのでもちろん先ほど読んでいただいたように文字を見やすくするとか見たいものを見やすくするっていうのは大前提としてあるのですけれども、我々としては見て楽しめるとか、例えば美術館であるとか博物館であるとか動物園、水族館、あとコンサート、あとスポーツ観戦の施設とかもそうですね、見てもあまりこううまく見えないので楽しみにくかった、じゃああまり行きたくないなとか行けないなとかではなくて、これがあるから見て楽しめるし、あるんだったら行こうかなっていう、その一つの選択肢になれたらいいなと思ってるので、うん、そっか、楽しみが広がりますね。そうですね、はい、で、あ、こんなに楽しんだったらまた親御さんも連れてきたいなとか、うんうん、見える喜びに触れていただくとかっていうのはすごく実現したいあの目標ではあります、うん、はい、いかがでしたか。映ってるよ、見えてる見えてる、早速やってますけど、はい、これよかったら見てみてください。はい、キスと書いてますね、はい、親指でズームができます。あ、これか、はい、黒いやつね。この機器でピントを合わせてくれるっていう。あ、近くなってきた。ピントが合った状態のままズームができますね、はい、文字大きくなりました。で、緑色のボタンを押してみてください。これ押すと、はい、どうありますか。黒と白になって文字が白になって浮き出て、うわ、めっちゃ見やすいこれ黒の背景にね、白が浮き出ますよね、はい、すごい見やすい、はい、最後に黄色のボタンを押してみてください。これか、これ、これを、これを押すと、はい、どうなりますか。見た画像が録画されるというか、そう、スクリーンショットみたいになってて、スクリーンショットになるんだ、はい、これすごく子どもたちに人気の機能で、あの動物園とか水族館に行ってこれを撮って、パパママこれこんな風に見えたよっていうのを共有できるっていうので、親も嬉しいよ、ね、子どもの目にはこうやって映ってるんだっていうのが見えるわけじゃないですか、うん、笑顔産むね、これは、本当ですね、はい、他にもあるんですか。はい、さらにソニーと QD レーザーで、うん、ロービジョンの方でも写真が楽しめる網膜投影カメラキットも開発されました、うん、盲学校などにも寄贈されていて、修学旅行や社会科見学などにも活用されているそうです。素晴らしい、いや、画期的な、いや、諦めていたことができることに、じゃあ行動範囲も広がるよね、うん、そうですよね、見えにくかったものが見えるようになる、子供たちもたくさんの人に広がってほしい、ね、本当そうですね、知ってほしい、そうですね、あずさん、この感動がね、すごい伝わって、感動した感動しますね、わかります、本当にそれをきっと皆さんもね、同じような感情になってるでしょうからね、はい、いぶきさん、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはプレゼントです。今回はラブ川崎特製ボールペンとクリアファイルを3名様にプレゼントします。ご希望の方は8月31日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしています。さあ、本日は知ってますか、はい、キスをお届けしました。本当にいろんな製品があるんですね。革新的なものがたくさんありますからね、うん、世界変わりますよ、本当に、うんうん、生活がまた豊かになりますよね、はあ、うん、わー、ちょ、感動しました本当にジーンときてる、本当いろんな人の楽しみが増えるといいですよね、うん、人のやっぱり温かさって素晴らしいな、こうやって形に現れるんだなと思いました、うん、しかもね、ものづくりの町川崎から生まれています、ね、それではまた。カラーズフューチャー